い、FM ギノワン、FM コザの皆さん、こんにちは。キャプテンにマカ調系のお時間です、はい、この後ですね、56分までお伝えしていきます、お願いします。この時間のお相手は、やらあゆみと、あなたのハートをキャッチしますよ、キャプテンでございます、はい、そしてディレクターの D です。はい、20代、30代、40代、3人の視点でですねはい、はい、トークを今回も繰り広げていきたいと思います。よろしくお願いいたしま す, ます, ししますこの間からこのなんかキャッチフレーズ、はい、気に入ってるみたいな、ね、はいはい、それぞれの、ね、世代がいるの で, そ, うです、ね、はい、それぞれの視点でですねお伝えしていきたいなと思いますけれども、ね、はい、現在この FM 技能湾のスタジオですね、はい、窓ガラスに大雨の雨粒が、ね、叩きつけております。はい、広い範囲でですね、大雨、洪水、波浪、雷注意報が出ています。フルコースやねそうなんですね、はい、で本島中南部北部では明日未明まで土砂災害に警戒してください。また警報も出ています、うん、大雨警報、沖縄市、国頭村、東村、名護市に大雨警報が出ています。警戒してください、はい、そして広い範囲に大雨、洪水、波浪、雷注意報が出ていますので、急な強い雨や落雷にご注意ください。そうですね、そしてですね、はい、車の運転は車間距離を取ってですね、ぜひ安全運転でお願いしたいと思います。そうですね、なんか豪雨で、はい、外国人の方が増水、川の増水で、ね、取り残されて20人ぐらいでしたかね、うん、そうですね、はい、田畑の方でありましたけれども、はい、ありましたんで、はい、ぜひ皆様ね、気象情報には十分にご注意ください、はいはいはい、さてですね、はい、お二人、はい、もう今日からまた月曜日1週間始まりますけれども、ね、はい、この1週間どうでしたか。はい、今日月曜日でね、元気出してスタートしないといけないんですけれども、うん、はい、もうそこら中が痛いし頭も痛いし仕事でちょっと疲れてですね、AKB さんもね、ひろき D、あゆみさん、キャプテンこんにちはと、はい、キャプテン、グローブっていうのがこれグローブですよ、キャッチャーミートですからね。そうなんです、はい、僕の愛用の軟式用のね、はい、キャッチャーミートなんですけどね、はい、まあ、キャプテンちょっとお疲れモードっていうところでですね、ただね、こっちに来るときは逆にね、元気になるんですね、いつものようにね。やっぱりよかったです。今日久々の巴戦ですからね。あ、本当ですね、はい、ずっとゲストがいらっしゃってましたから、毎回、ね、ゲストが、ね、はい、いらっしゃっておりますけれども、はい、今回この3人でですね、はい、そうですね、お送りしたいと思います、はい、お願いします。はい、 D はいかがでした。まあ、いつもの通りですまたかお前は、はい、でも何かアクションしましょうよ。なんかせえや、言え。土曜日に、はい、うちで番組を持ってくださってるリューティーっていう2人組の、はい、アーティストが いまして、はい、そのリューティーさんのライブに行ってきました、はい、あ、本当ですか。行くんだね、ライブとかね、はい、いろいろ。某大きいラジオ局のジングルとかやってる、はい、方なんですけど、はい、すごいですね、はい、よかったですよ、また抽象的な何が良かったかというと、ざっくりしてます。全員が一丸となってちょっと飛行機に乗ってるイメージでライブやってたんですけど、全員でなんかフライトを楽しむ感じで、アテンションプリーズみたいな感じでね、はい、そのリューティー2人が会場のところまで来たりして、はい、みんなで一緒に歌ったりとかっていう風な感じで一丸となってライブやってたんで、思考を凝らしてますね、はい、なかなか。じゃあそのお客さんも一緒になって一体となって、まあ、うん、ライブっていう感じで、はい、感じだったので、うん、それが良かったかなと、はい、また拾いにくいようなコメントをしてきま、してますけどね、相変わらずね。でも、D1 でも毎回毎回のようにライブに行って、はい、ね、まあ、楽しんでますね、はいはい、うん、ライブというと、はい、私もですね、うん、友人と FEC のお笑い米軍基地のライブを見に行ったんですよ。 FEC って何？沖縄のお笑い事務所といいますか。あ、そうなんだ。有名なところがありまして、はい、そこのお笑い米軍基地も12回目になるんですね、はいはいはい、12を見に初めて私見に行ったんですが、米軍基地を笑いにっていうテーマではあるんですけれども、あ、まあ、ほぼね、放送では話せる内容ではないんですけれども、うん、おいおい風刺を聞かせて、さまざまな沖縄の課題とかテーマをですね、ウィットに飛んで終始でも笑いとね、拍手が巻き起こっていたんですけれども、うんうん、はい、はい、で満席でね、やっぱり年配の方々はもう女性の方が結構多かったですね。ああ、そうなんですか、うん、でも結構その放送禁止用語が流れてるんですか。禁止用語というか、いろいろとそのお笑いのね、お笑いじゃない、はい、米軍基地の問題とかね、いろいろそういう、うん、そういう方か、はいはい、ありますので、それちょっと言われへんな、うん、 で、はい、でも最後の方はジーンとさせられるところもあったりとかして、まあまあ ね、興味のある方は25日の名護公演はまだ席があるということなので、うん、はい、ぜひね、FECさんのこのホームページもチェックしていただきたいなと思います、はい、最近あゆみちゃん活動的ですね、うん、なんかいろんなとこ行ってますね、はい、なんか
私は結構もう家にずっといるっていうタイプではなくて、はい、本当にもういろんなところにいつも行っちゃって、でも逆にもう予定がパンパンしちゃってっていう派なんですけれども、なんか分かる、はい、非常に分かる、はい、ね、そうですか、もう時間の、ね、使い方皆さんに教えていただきたいなっていつも、うん、いやいや、あの最初から予定をこうガンガン入れちゃうからでしょ。で A 型さんはそうでしょ。あ、そうなんですか、うんうん、なんかやっぱり予定人間の方が多いですね。そうそうそう、入れがちですね、はいはいはい、それではですね、オープニングのコーナーに行きたいと思います、はいはいはい、まあ、あの特にですね、女性の方々はもう打ち当たりといいますか、まあ、いろいろ考えさせられたと思います、うん、あのフリーアナウンサーのですね、小林真央さんの乳がんの発表についてですね、うん、まずはお話ししていきたいなと思います、はい、皆さんのですね、メッセージもお待ちしております、はい、アドレスは797@fmギノワン.com、797@fmギノワン.com でございます、はい、どしどしですね、皆さんもね、あの思うようなところあると思いますの で、 そうですね、それぞれの皆さんのメッセージどうぞお寄せください、はい、お願いいたします。キャプテンはこのニュース見て、はい、どのように感じられましたか。確かあゆみちゃんもそうですし、はい、準レギュラーとして来ていただいてる、はい、うん、菅義恵さんも、はい、ね、同じ司会業というかアナウンサーで、で、うん、同い年なんですよね。そうなんですよね。1982年生まれ、はい、7月21日か、うん、33歳ですよね。そうなんですよね。33歳で同じ年なのでね、僕なんかはね、はい、まあ、あんまりプライベートのことをね、言ってなかったんですけど、はい、前に僕、まあ、今いい奥さんがいてるんですけど、はい、皆さんご存知ですけどね、今の奥さんはね、はい、前に僕も妻が いまして、ね、はい、これでもそれでちょうどあゆみちゃんとか、うん、あの菅義恵さんと同じ1982年生まれで、はい、4年ぐらい前ですかね、うんうん、まあ、乳がんではないんですけど、はい、子宮がんの方で、1年と10ヶ月の闘病で亡くなってるんですよね、うん、あ、そうですか。だから、まあ、ちょっと見るとね、海老蔵さんのね気持ちとか、うん、で、まあ、真央さんですねの気持ちとか、周りの家族の方の気持ちってよくちょっと痛いほど分かるというか、うん、で、海老蔵さんなんかはまあ、将来的に團十郎さんっていう形で名前継いで、まあ、人間国宝にね、うん、もうなるの確実な方の奥様ということで、はい、やはり心労がね、たたったのかなっていうのもあるし、うん、お子さんまだ小さいですよね。そうですね、お二人のね、お二人のお子さんが小さいんでね、うん、なんとか頑張ってほしいなと思うんですけど、まあ、僕的にですよ、僕の経験上の、まあ、ステージはをな何、がんのステージでありますよね、はいはい、1から5でしたって ね、 ね、ステージ1、はい、ステージ2って深刻度と言いますか、はい、あるんですけど、海老蔵さんちょっと伏せてはりましたよね、はい、まあ、いろいろ聞かれた時に、うん、病状はどうですかって言われた時にステージ、うん、具体的なステージはいくつですかっていうふうに聞かれた時に、はい、それはちょっと言えないって言われてたんですけど、話の状況加味するとステージ3と4の間ぐらいじゃないかなと、うん、で4ってなるとちょっと感知が難しい、うん、要は乳がんっていうとこっちのリンパ節に転移したりだとか、はいはい、あとステージ4になってくると、まあ、まず骨の転移だとか他の臓器への転移が、うん、疑われますので、はい、まあ、それがどうしても1回切除したのか抗がん剤で、まあ、やったのか分かりませんが、うん、まあ、それがヒットしなくて、うん、抗がん剤がね当たらなくてというか、うん、効かなくて進む、まあ、転移が認められたんじゃないかなということなので、はい、まあ、海老蔵さんの方も覚悟しておられるんじゃないかなと。なるほど。で、まあ、この聞かれてるこのラジオ聞かれてる方がね、もしこうやって北斗晶さんの時もそうでしたよ ね、 そうですね、あれ、はい、テレビでやってね、検診受けると自分も見つかりましたとかいう人も言ってるんで、うんうん、はい、ぜひ、まあ、僕の話も参考にしてもらいたいなって思うのが神戸と、はい、千葉に、はい、粒子線治療っていう高度医療があるんですけど、うん、これ、まあ、生命保険とかでちょっと足すだけでね、うん、高度医療の、まあ、保証も受けれるんですけど、うん、まあ、そちらの方で、まあ、抗がんの、まあ、放射能を当てるっていうんですかね、はい、まあ、粒子線を当てるんですけど、うん、まあ、ピンポイントでね、他の臓器とかに負担なく当てれて、はい、でただすごい高いんですよ、おそらく、はい、うん、1年間ぐらいそれでやって、まあ、闘病すると1000万とか2000万ぐらいのお金がかかるので、はい、まあ、その生命保険の中でも最近の生命保険には全部高度医療の特約がついてるんですけど、はい、
まあ、前に入られた方とか多いでしょう、うん、生命保険とかお守り代わりに二十歳からとか、ね、もう十何年前っていうのは、うん、それが粒子線治療がまだないので、まあ、それに適用にならない方がほとんどらしいので、うんうん、まあ、まずね このラジオを聞いていただいている方って、まあ、はい、生命保険会社の方に問い合わせてもらって、はい、今高度医療その粒子線治療とかですね高額の高度医療を受けれる特約がついているのかっていうのを見ていただきたいのと、うん、ね、やはりその本当にどうしようもないという、まあ、要は進行性のがんですよね、うんうん、スキルスのがんとも言いますけど、はいはい、の方にはそのピンポイントがすごくいいみたいなので効果があるという実績があるみたいなので、うん、まあ神戸と千葉にしかありませんけど、まあ、そちらの方に、まあ、問い合わせてもらって、うん、セカンドオピニオンとかね、うんうん、よくあるじゃないですか、今行ってる病院がダメっていうんではなくて、はい、やはりその医療器具とかできる、はい、治療ができる、まあ、度合いっていうのが、はい、やっぱり病院病院で正直違いますので、ぜひね、はい、そういうのも見直していただく機会になればいいんじゃないかなと思うのと、やっぱり頑張ってもらいたいなと、僕もちょっと涙出そうなんですけどね。そうですね、本当に人事ではないなっていうのをやはり同じ年なので、うん、改めて危機感を覚えましたし、うん、なのでやはり早期発見というのがね本当に一番大切だとは思うので、うん、自分自身も本当にね検診に行かなきゃなと、うん、乳がんだけじゃなくてやはり子宮がんも子宮頸がんとかもそうですけれども、うん、ね、女性のこの特有のといいますか、そうですよね、そういう、ね、病気だったりもしますので、そうですね、うんうん、もう検診に行かなきゃなというのを改めてね、うん、思わされたんですけれども、あゆみちゃんの友達とかでは、はい、そういう、うん、もうがんになってる方とかいらっしゃいませんか。ですね、はい、前の職場の、はい、前の職場 の、はい、その同僚の方がなったっていうのは聞いたことありますね、はい、でそれでちょっと私の一つ上だったので、その方もちょっと若くして乳がんになったということで、はい、本当にちょっと進行が早かったっていうのがあったりとかっていうのはありましたけれども、真剣な、ね、うん、話なんですけど、はいはい、子宮がんに女性がなる確率の、うん、まあ、比率というか確率でね、はい、すごいデータがあって、はい、女性の、まあ、変な話、うん、初体験から10年から15年が一番子宮がんになりやすいらしいんですよ。あ、なるほど。だから逆算すると、はい、子宮がんになられた方を逆算すると、はい、初体験がちょうど10年ぐらいなんですって。だから今の子って早いでしょ、みんな初体験が、はい、なら16とかになると26ぐらいでね、はい、もうその子宮がんになってしまう子とかが多いらしいんですよ。あ、早いですね、はい、そうなんですよ。だから、まあ、そこら辺のところも若い、うん、昔やって40ぐらいでしょ子宮がんになってた人って、はいはい、40とか、まあ、50ぐらいの人が多かったと思うんですけど、うん、今、まあ、低年齢化というんですか、はい、若い方が子宮がん多いっていうのはそういう初体験がどうしても早いっていうことからなってるみたいな、うん、それは何の原因かも分かってないらしいんですけど、はい、逆算するとそうらしいんですわ、はい、なるほどですね、はいはい、そしてツイキャスでもですね、はい、粒子線治療とはっていうのが書いてますけれども、ね、はいはい、うんうん、見ていただいてですね、はい、まあ、詳しくどういうふうにするかというと、うん、すごい敷地面積がいるんですよ、その粒子線を作るために、東京ドーム何個分とか言っていう敷地面積がいるので、はい、だから全国に 2個しかないんですよ、なるほどですね、その土地があるところじゃないとダメだっていうことと、うん、まあ、機材っていうんですかね、はいはい、それを、まあ、発生させる、ね、まあ、レーザーみたいなもんだと思うんですが、それを作るための機材っていうのがすっごいお金がかかるらしいんで、うん、まあ、まあ、1人の患者に1000万とか払ってもらってもいつ、まあ、減価償却ができる、まあ、要は払った分の、ね、うん、お金が戻ってくるかっていうのもまだ分からんぐらい その、まあ、ものらしいんでね、うん、はい、ただすごい効果あるらしいです、他の細胞を傷つけないので。あ、なるほどですね、はい、ピンポイントでピンポイントでいくんで、うん、がん細胞も死滅しやすいと、うん、いうことでね、うん、今どんどんねそういう発展というか、はい、いろいろと発達してきているということなんですけども、そうですね、はい、でメッセージもね来ているということで、はい、紹介したいと思います。はい、はい、まずラジオネーム桜さんからいただいておりますね、はい、ありがとうございます。桜です。学校を休んだので初めて番組を見ています。楽しみです。今日も頑張ってくださいって来ております、ね、学校休んだらあかんやん
でも風とかじゃないですか。あ、風か。そうなんですか。でも学校休んでのラジオ聞いていただきたい。なんか逆にありがたいですね。ありがとうございます。学校とね、天秤にかけていただいてね。ね、はい、こちらの真賀町家を取っていただくってことは、はい、ヨラミルさん、なんか感じたこととかってあります、はい、うん、そうですね、やっぱりなんかもう最近若い人でもこういうがんとかなってる方が多いみたいで、はい、うん、まあ今回は乳がんだから女性とかなんですけど、男性にもなんかあるとかっていう話も聞いたことありますし、別に乳がんだけじゃなくて他のがんとかが若い人でもなるとかみたいで、特に若い人は骨肉腫、骨のがんが多いみたいでにかかりやすいみたいで、なのでそういうのもあるんで、人ごとじゃないなっていうのはうすうす分かってはいるんですけど、でもやっぱり実感としてはちょっと遠いところにある感じが、そうだよね、特にね、20代だとね、はい、そういう感じは思っちゃいますけれどもね、うんうんうん、考えないといけないなといつも思ってるんですけどね、はい、なるほどですね、はい、あのピンクリボン沖縄の事務局のこのデータによりますと、はい、あの12人に1人の女性がですね、はい、乳がんを発症すると現在は言われているんですよね、はい、なのでしかもこのあの真央さんの発表というか報道があってからですね、うんうん、あの予約問い合わせとかが多くなってきてるみたいな、はい、やっぱりね、うん、僕言ったでしょ、はい、30代の層が、うん、あの特に多くなってるということですね。やはり40代以上がこれまではね、あの、うん、多かったってことなんですけれども、うんうん、30代の層がちょっと増えてきていて問い合わせも多くなっているということですね。すごいな、やっぱり僕なんかでもあのあゆみちゃんに思うのはね、うん、前 NHK でアナウンサーされてたじゃないですか、はい、やはりその立場的にね、はい、そういう何かこの自分のマイナスのこともね、うん、そうやってまあ公表して、はい、まあ、世間の皆様にね、うん、ちょっとでも気にかけてくれると、これも社会貢献じゃないですか、うん、そうですね、はい、だから僕あゆみちゃんとかでも、あ、立派やなとか尊敬するなって思うところは、そういう世界におられてね、で今こうやって話されてもね、またこのラジオ聞いておられる方なんかはあゆみちゃんと同世代の人はね、言ってくれるって思ってもらえたらね、いいんでね、うん、そうですね、まあ、なんとかでもね、うん、正直ね、正直僕の見解からしたら、あの、まあ、ここあと半年、はい、持っていいところじゃないかなという、生還はかなり難しいんじゃないかなと思ってるんで、はい、で、あの、その、ね、クリニック、那覇西クリニックによりますと、あの予約自体はね、すでに埋まっているということなんですが、普段のこの予約外っていうのが午前午後ともに10件ぐらい見られるっていうことなんですが、あの月火水予約外が 2,3 件だったのが、この報道後はですね、7件から8件と2倍ぐらいになっているっていうことなんですよね。そうだよね、なるほど。だから北斗さんの時とやはり比べて、そうだよね、あの30代の層が多くなっているということで、ね、しこりとかいろいろちょっと痛みとか、ね、あの女性少しでも気になったら、もうぜひですね、検診をまず受けてみて、ね、自分自身の体を知るというかね、あの安心の材料にもまたなりますし、ね、これでね、よく、あの異常なしとかでしたら、そうやね、なんでそういうのでぜひぜひ、あの気になる方は受けた方がいいかなと思います ね、うん、そうですね。で今市町村の、ね、健康診断とかで、あの無料のものもあったりとかしますので、そうですね、うんうん、でそれであとマンモとエコーの対象とかがあって、保険診療だと3700円ぐらい程度で受けられるということなので、ぜひ気になる方はまず受診、ね、ということですね、うんうん、はい、あゆみちゃんも気をつけてね、本当ですね、あゆみちゃんいなくなったらこの場もちょっとどうなるかって俺心配になってるから、ありがとうございます、はい、まあいや、なんか大丈夫ですか今、なんかいなくなったことを想像したら俺も今どうしようもなくなってきて、お顔がなんかどんどんそうなんですよ、まあ、でも本当にね、あの一言ではないなと思ったので、ぜひ受けたいと思います、ありがとうございます、皆さん、はい、でメッセージがね来てます、こちらも、はい、ラジオネームクッキーさんから、はい、皆さんこんにちは、こんにちは、私は小林真央さんと一つ違いなので、人事とはとても考えられません、はい、乳がんの検診は一度行ったことありますが、うん、中には行くことでがんの原因を作るという意見もあるし、うん、いろんな意見があって、どうしたらいいのか迷っております、うん、いろんな見解に振り回されて、結局どうしたらいいのか分かりません、どう思いますかと来ておりますね。これね、難しい問題なんですよ、うん、先生によって見解違うんですよ、はい、そうなんですよね。あとね、さっき僕、まあ、どうってんですか、僕の感覚でね、うん、まあ、真央さんちょっと厳しいんじゃないかって言ったのもね、うん、なぜ僕は海老蔵さんとか周りの人に言いたいのは、うん、あのちょうどもうはっきり言って、どうあがいてもダメな場合ってあるんですよ、うん、がんって、うん、で
僕の体験から言わせるとね、うん、そしたらその最後までどう治療するかとか、うん、どう、まあ、痛みをや和らげるかとか、うん、まあ例えば抗がん剤って、ね、副作用がひどいじゃないですか、はい、幻覚が見えてくるんで、はい、もう抗がん剤をどこでやめて、うん、で苦しまずに、うん、まあ、まだ真央さんは大丈夫かも分かりませんけど、うん、あのまあ、行かせるかっていうことも重要なんですよ、うん、やっぱりあの人の最後がですね苦しんでうーってやってる姿を家族が見たらそれずっと頭に残りますからね、うん、でも静かにね、うん、あのがんとかの痛みはあるけれども、うん、あのモルヒネとか使わずに、うん、まあ、あどっちか言ったらどう言ったんですかね、緩い、まあ、比較的緩い抗がん剤を使って痛み止めだけを使って、まあ、安らかに行く方法とか もあるわけですよ、うんうん、だから、はい、僕からすればもうダメなんだったらもう、うん、可能性が薄いんだったらその最後の、うん、最後の本人が苦しまずに、うん、まあ、言ってみたら幸せを感じて周りもその痛み痛どうやったんですか痛い痛いって言ってる姿を見ずにこう 笑顔じゃないですけど、うん、うん、意識がありながらこう行くのとはやっぱり違うんですよ思い出っていうんですかね、はい、僕の場合はあのもう抗がん剤やめたんですよ、あでやめたから最後まで意識あったんですよ、あだからもう物事の分別がついてたんですよ、うん、痛がりましたよ痛かったけど一時的にモルヒネとかそういう、まあ、あれ麻薬ですからね、ま、マリファナとかああいうのを、まあ、売って麻痺させるわけですから、うん、幻覚が当然出てくるんですけど量を減らせば、まあ、そんなに幻覚症状もないし体も弱らないので、うん、結構最後は本当に老衰っていう言い方だったらおかしいですけど、うんうん、あの綺麗にというか、うん、あのありがとうと言ってこう、本当ですか、はい、まあ、旅立てるという か、うん、だからそういうこともね周りがねこうあまり必死になりすぎて助けたい助けたい一心でねこう薬とかね、うん、抗がん剤を打ちまくってねで、まあ、言ってみたら負ける戦いに対して悪あがきすると、うん、本人も苦しいし、うん、あの周りの方も苦しいんですよ、だから僕これを言いたいんですよね、うん、どっちかというとその言い悪い生きる生きないはそれはもう運命じゃないですか、その人の運命やから、はいはい、あのどうしようもできへんことやけど、うん、でも最後に、まあ、楽に、うん、まあ、家族たちが、まあ、協力して、うん、痛みなくできるだけ痛みなく意識も最後の最後まであって、うん、あの行ってもらう方の方が、うん、いいんじゃないかなと。なるほどね。なんで残り2ヶ月言われて必死にね抗がん剤してたら2ヶ月間意識ないですからね、だからこれ生きてるうちに入らないでしょう、はっきり言ってその受け答えができへんし本人もわけわからんようになってんのに、その人と見れるのかっていう状態もあるんでね、うん、だこれは非常に難しい問題なんですけど、ね、本当にね、はい、はい、皆さんね、あの海老蔵さんの元にはこの応援のメッセージとか ね届いているということなので、はい、はい、さらにまたメッセージが来てますね、はい、お願いします。ラジオネームヨッシーさんからいただいております、うん、真央さんのニュースを見て、はい、まだ20代なのであまりがんとか死とかそういうものがピンときていません。そうですよ、ね、でも年齢とか関係ないのかなとも思っております、うん、若いと進むのも早いと聞くし、今回のニュースを見て真剣に考えるきっかけにしたいと思いますと来ております。あゆみちゃんと検診行ってんの？検診はね、うん、あの行ってはいるんですけども、うん、あの乳がん検診は恥ずかしながらその最近というか行ってないので、うん、ちょっとまた改めて行こうかなとかって思って。分かるよ、あの、うん、高いね、あれ、検診って意外と高いんですよ、健康診断とか、うん、会社で受けるやつあるでしょ、うん、あれ普通で受けたら 3,4 万ねするんですよ、あの胃カメラとかまで入れたら普通5万円ですからね、はい、だからやっぱりね、それで半年ずつ行っててもね、結局がんになる人はなるしみたいし、北斗さんもそうやしね、北斗さんも大丈夫かな、まあ、はい、うん、そのまあ保険診療だとその3000円手 の、うん、あの前後で受けられる、うん、ということなので、ぜひ、うん、 ね、 あのうね、うん、あのマンモとかエコーとかはね、うん、あの受けていただきたいなと、ね、皆さんもね、それあるみたいで、死、うん、があれしてるでしょ、援助、はい、あの援助してるでしょ、はい、だ個人で受けに行くとそれぐらいらしいですよ。そうですね、うん、なるほど、うん、はい、うん、ではですね、はい、オープニングの曲でいきましょうか。そうですね、はい、ソエルでレインボーをお送りしたいと思います。僕ね、うん、真央さんに助かってほしいから、はい、虹をかけるとい、うん、いうことで、あのこの曲を選ばせていただきました。あ、はいはい、いいですね、はい、ではソエルでレインボー、はい、
とかってありますよね。そう、あれって結局簡単なやつ、機材とかね、そういうチェックするやつも安いやつやと、やっぱり細かいところまでわからないんだろうね。次一郎行くの？次一郎ですね。俺パララン言うの？あ、じゃあお願いします。パララン行く？パラランって行く？あれの敵ですか？どうしよう。なしで行く過去あ、ありました。今度さ、あ、いや、なかったよ。どっちもなかったんだ。なんかちょっとあれって探せるの？来週とかに。一応今探してみたんです。もしかしてライブラリーにあるかもしれない。ないのかもしれない。あ、そうか、はい。また探しておく。もしなんかオープニングじゃない。で、うん、曲のリクエストがなければ次何がかけたいとかってあります？そうだな。あれ、俺 CD ケースどないした？CM 負けは、うん、私を野球場に連れてから BGM。 あ、 ありがとうございます、はいはい。願いってなかった。そう、こっちか。これってあの曲名わからんの、何番目が何の曲かってわかる？そっちで入れたの CD じゃない。ちょっと待って、これじゃねえ。あ、これでええわ。これのな、多分2曲目の何だったっけな、2曲目なんて何ちゅうやつ、名前忘れた。あ、振り向かないでってことあんねや。振り向かないで、うん、振り向かないで、なんか瞳とか言った、瞳ちゃうね。なんて書いてあるか、ヒロミか、ヒロミだ、ヒロミ。めっちゃいっぱい持ってますね、うん、幅広い。瞳？ヒロミやな。ヒロミ？ヒロミ？ヒロミってアーティストで、なんかヒロミっていう、まあ、はい、ローマ字のやつで、なんか歌を歌ってる人がいてて、まあ結構いい歌を歌うんだけど、また後で説明しますよ、なんで選んだか。お、うん、一路やな。はい、うん、何番でしたっけ？2番目ちゃう？振り向かないでってつ、なんて振り向かないでは6番です、ね、あ、6番、それや、はい、フューチャリングヒロ、うん、そうそう、フューチャリングワイズやろ、ワイズのやつやろ。あ、振り向かないでフューチャリングヒロミってなってます。あ、ほんま。え、振り向かないはでは 6番目ね。6番目、うん、野球のなんかあんの？入る音楽入っていくやつ、こういうやつ。神妙に聞いてるのか。フライングしてる今とも説明。いや、俺も思ったいや、Dがこれやってへんから。あー、いいよ。 Dがまだこれやってへんかったから、あと10秒ぐらい。10秒前です、はい。わかる。4、3、
はい、なんかいい感じの BGM が入ってきました。さすが D。 いやいやねえ、 D に D のセレクトでね、今ちょっとお送りしております、うん、キャプテンのマカチョウ系でございます、はい、続いてのニューストピックスは、はい、先ほどは小林真央さんの2位が発表についてでしたが、はい、続いてはイチロー選手の話題を、ね、はい、していきたいと思います、はい、あと4本で4256アンダーということですが、はい、すごいですよ、4000本ですよ。そうなんです。しかもキャプテンはですね、小学校1年生からこれまでずっと野球をやってきたということで、この話題はキャプテンにね伺っていきたいなと思うんですけれど、はい、はい、イチロー選手のまず凄さっていうのはどういうところですか、はい、まず走攻守三拍子揃っているということですね、うん、それがその三拍子が非常にハイレベルであるということですね、まあ、走攻守の走は足です、はい、足ですね、うん、はい、は 100m を11秒ですね、で走られると、まあ、これ11秒がどれぐらい速いかというと、はい、まあ、この43歳僕と同い年なんですよね、彼はね。でまだ11秒台で走ってるということは、まあ、ほぼ陸上選手とあまり変わらないスピードですね、はい、であるということ。すごいですね、はい、この40代で、はいはい、あと肩なんですが、はい、要は遠投ですね、遠くへボールを投げる力だけじゃなくてコントロールがいいんですよ。でユンケルかなんか の CM で、はい、ライトのポールあるでしょ、はい、ホームランか、ファールかを見分ける、はい、ポールめがけてホームベースから投げて当たるんですよ、はいはい、そうなんです、当たるんです、それも、なんか2回かなんかの撮影で、人忙しいですから、はい、佐藤製薬が CM 撮りで撮影して当ててるんですよ。じゃあもう本当に2回ぐらいでもすぐ当てて、そうです、で当てるだけでもすごいですよね、はい、違うんですよ、こっちに、ポールがねちょうど、まあ、ライトにありますよね、はい、皆さん思い浮かべていただいて、はいはい、それの、うん、大体 3-4m ライ、まあ、要は、左側にゴミ箱を入れてる、はい、置くんですよ、はい、それにポールに当ててそのゴミ箱に入れるコントロールを持ってるんですよ。うわ、はい、その動画YouTube とかで載ってますから、ぜひ見ていただいて。うわ、すごいですね、はい、でそれ、うん、ピッチャーのマウンドからバットを5本並べてホームベースに、はい、それを順番にこう投げていって もらってですよ、投げた後ボールもらって5本連続で当てるんですよ、はい、だからやはりそれが素晴らしい一流だ、コントロール力ですね、はい、はい、でまあ、今度あと打つことですよね、はい、打つのは動体視力が普通の人間の約 1.8 倍らしいです、うん、新幹線が、200キロですかね、はい、250キロで、はい、駅のホーム通過しますよね、うん、で窓ガラスにこう文字をこう入れていくんですけど、それ読めるそうです。じゃあもうそれぐらいもう視力とかも良くてってことなんですね。そうです、そうです。だからまあ変化球とかね、うん、まあ、160キロ、ね、超える、まあ、今メジャーでは170キロが最速ですから、うん、その球をですね、うん、バットに当てようと思えば、高い確率で当てようと思えばそれぐらいの動体視力が必要であるということで、彼の凄さ、この3つ走攻守揃ってるということで、そうですね、それで、うん、なおかつね、世界記録、これでも賛否両論あるそうですよ。あ、どういうことですか。ですね、日本で、まあ、オリックスブルーウェーブに、はい、彼は所属してましたけど、はい、そこで1300本ぐらい安打を出して、うん、出してからメジャーに行ってるわけですよ、うん、それを換算しての4256ですから、メジャーのマスコミとか、メジャーの今ピート・ローズというまあ世界記録保持者がいるんですけど、あの方もまあそれをちょっと皮肉ってるわけですよ、うん、なら、じゃあピート・ローズも2軍で600本ぐらいなんかアンダー打ってるそうなんで、それも足してくれよと。わかります。要は日本の野球を2軍と一緒の扱いを周りはしてるわけですよ、うん、
で、まあ、彼はメジャーではあと20何本か打てば3000本安打なんですけれども、うん、まあ3000本もすごいんですよ、うん、あので野球殿堂入り確実なので、すごいことなんですけど、その4000今回のその4000本については日本人の考え方とまあ、アメリカの人の考え方っていうのはちょっと違うようですね。あ、なるほどね、はい、なのでそれでちょっと賛否両論というかあるっていうことで、数え方とかもちょっと違ったりとかするっていう、プロ野球選手の方をあの取材したりしたことあるあゆみちゃんからしたらね、プロ野球選手のその体の大きさとかね、はい、うん、いやもう全然違いますよね。そうでしょ、もう並んだらもうやはりもう肩とかも、うん、大きくて長身でね、そうでしょ、うん、やっぱり皆さんあの鍛えてて毎日やってますからね、あの人たちから、ね、これもう一郎選手はもともとセンスとかが良かったんですかね、小さい頃からね、高校時代からすごかったです、ね、うん、やはり努力の賜物というかそういう感じなんですかね。ああ、うん、いい質問ですけれども、はい、もう 98% が才能だと思います。 あと運ですね。あ、まあ、やっぱりね、持って生まれたものを持ってる人が多いですね。あの落合選手なんかみんなあの100号、はい、200号、はい、300号って全部、あ、ごめんなさい、1000本安打、はい、1500本安打、2000本安打は全部ホームランで決めてるんですって、狙ってるんですって。でもそうやってまたピッチャーもね、ホームランを打てるボールを掘ってくるっていうことも必要ですし、うん、はい、まあ、やっぱりその持って生まれた星の元というんですかね、うん、そういう運もやっぱりあると思う、ね、一郎最後この間、ね、前、2回目の世界一にね、はい、ワールドベースボールクラシックで、うん、なった時も最後ね、うん、いいところで打ちましたけど、ね、やっぱりああいう役者というのは持ってるんですよ、はい、やはり、やはりその判断力といいますか、まず頭脳の面でも、うん、はい、この優れたりはしてるってことなんですかね、うん、そうですね、やっぱりあの頭バカではできないと思いますよね、うん、やっぱりいろいろ覚えないといけないこともありますし、野球もサインってあれ出てるでしょ、はい、サインすごい複雑なんですよ、ね、1イニング1イニングでみんなキャッチャーのサインも全部変わってるんですよ、あのバッターのサインも同じやつやったらバレるので、この回はここ触ったらバントとか、2回、それも2回目とか3回目とかでその回で違うんで、プロやのになんでサイン間違えねんって皆さん思うと思うんですけど、あれめっちゃ複雑なんですよ。だから前の回のやつを頭に入ってしまってて、あのサイン間違えたりとかするんですよ。そうか、だからサインも全てね、その時々のサインも覚えないといけないしっていうのでね、あと研究されますんでね、ピッチャーなんかやっぱり、ね、はい、相手チームとかにね、そうです、バッターも研究されるので、うんうん、徹底的に、だから弱いウィークポイントがあるとなかなか長年活躍ね、イチローみたいに活躍はできないので、うん、なんかあのイチロー選手というと、はい、あの勝手にね、うん、あの親近感を覚えてるのが、あれ、あの生年月日が一緒なんですよ。え、あ、生年月日というかその何年は一緒じゃないんだけど、誕生日が一緒なので、あ、まあ、なんか学歴、はい、あの年齢差しをするのかな。サバ読んでる、失礼失礼、あの誕生日が一緒なので、あ、そうなんだ、はい、なんか一郎っぽいな。ないない、なんかちょっとね、細身な感じでね、はい、なんかいろんなトークの連打を上手な、どんな、どんな、そうでしょ、上手やろ、まあまあまあね、なので勝手にね、はい、あの誕生日のこととか聞かれると、一郎選手と一緒ですとかって言っちゃって、そうですよ、うん、あのそういうところからね、親近感湧いていろいろ相手のことを知ったりとかするんでね、はい、君野球すんのか、僕ですか、いやー最近は全然見ないです。うちの兄貴が本当に野球ソフトバンクが好きなんで、うん、その流れ玉じゃないんですけど、で情報が入ってくる、ちょっと待って、流れ玉ってなんやねん、情報が入ってくる、それ流れ玉って言います、言うかおかしいやろ、ポンって入ってくるんですだからそのお兄さん情報みたいな、多少、はい、うん、結構 D ってお兄さんの影響を受けてない、なんかそんな感じするんだよね。そうでもないかな。どっちやねん、まあ、そう、二人兄弟。あ、いや、あ、そうです、僕と兄貴の、うん、で、まあ流れ玉が当たりやすいという。当たって、でそれで情報が入ってくるっていうな。まあ逆に向こうも同じような感じかもしれないです。僕の情報がポンって入っていくみたいな。はい、あ、そうかそうか。野球とかはやっぱり高校野球とか見ないの？はい、前は高校とか中学校ぐらいの時は、うん、あの BS とかで見てたりしたんですよ。なんで BS 見んの？普通のチャンネルで見たらええやないの、まあ、なんでかは分かんないんですけど、ただ BS で見たりとかしてたんですけど、最近はあんまりですかね。あ、そうなんですね、はい、高校野球といえば、ね、だけっていう、はい、沖縄もとても盛んで、そうですよ、はい、今週末、来週この18日にね、夏の県大会がもう、はい、いよいよ開幕するんですよね。暑いもんね、はい、この時期はね、あの今年はね、うん、甲子園出場またどこが決まるかっていう風で、そうやね、まあ、沖縄尚学とかね、うん、今強いですよね、はい、シードで第一シードが糸満、ね、糸満、あ、そうやね、糸満やね、はい、糸満も強いよね、今回は第二シードが、うん、
富城高校が、あ、富城ってあの前蔡、はい、監督さんがいらっしゃって、でそこが強くなって沖水、はい、行かれて沖水を2年連続の準優勝、ね、富城高校に関しては38年ぶりにの出場を目指す、多分それ蔡さんの時以来ちゃうかな、うん、かもしれないですね、はい、そうですね、はい、すごいな。もう蔡監督が今出ましたけども、うん、やはりね高校野球の名シーンでね、はい、沖水のね、うん、とかあります。僕の時が、うん、まさにその時期だったんです。その一つ上、一歳上と同級生が沖水が、まあ、2年連続で準優勝した あの時代ですね、なんですよね、うん、だから僕ら沖水っていうとすごく、はい、まあ強いイメージがあって、ですっごい打つんですよ、はあ、でどこまで、あの夏暑い甲子園ですよ、うんはい、夏の暑い甲子園、あれ40度以上あるんですよ、うん、あのグラウンドって熱気と炎天下で、そこの中でも普通にやってましたね彼らは、すごかったですよ、うん、僕は憧れましたね。だから僕一度前にも何回も言ってますけど、沖水の監督してみたいね、はい、単なる俺の牙やで、なるかならへんかは知らんけど、そこですか、うん、でもすごかったね、うん、一番名場面って言ったら あれですね、ライトの松山商業がのライトが、はいはい、まあ、ちょうどピンチで何やったかな、うん、ツーアウトランナー三塁かなんかで、うん、帰れば同点か逆転かのシーンで、松山商業のライトの子が、うん、バックホームしてノーバウンドで、こう奇跡のバックホームって言われてるんですけど、それでアウトにしたシーンっていうのが、僕はもう あれ僕のだいぶ後やったのも5、6年後やったんですかね、やったと思うんですけど、その子なんかテレビに前にその人は今で出てましたけど、普通のどっか あのサラリーマンの課長さんやっておられるらしいので、奇跡のバックホームのね、そのシーンが僕はずっと焼き付いてます ね、 なるほどね、はい、やっぱり野球をやってきたからこそ、やっぱりもう難しいとかいろいろ分かってるから、そうです、あそこでしかも甲子園 で、ね、でそれがアウトにできれなければ松山商業は負けてましたから、それを奇跡のバックホーム で、うん、でまあ、食い止めて、あと勝ったんじゃなかったですかね、なんかそれが勝利に貢献したということなんですね、はい、それもそのライトフライ打ったバッターの時に、うん、監督が、はい、ライトを交代させてるんですよ、その子に。へ、だ余計にこの、まあ、最初から守ってたら別にあれでしょ、うん、じゃもう監督はもうその時に、そうなんですよ、多分なんかね、ひらめいたというか、で1球目がね、うん、絶対変わった選手になぜか飛ぶんですよ、野球って、あの守備変わるでしょ、はい、変わった選手のとこになぜか飛ぶんですよ、そういうのがあって、それが1球目飛んだのがライトで、そのバックホームがあったので、だから僕はすごかったですね、あれは見た時に感動しました。本当チームプレーだったり監督の采配とかでもだいぶ変わってきますからね、はい、いやなんか盛り上がってきましたけど、はい、あの D はなんか名シーンとか思い出せるのあります、うん、でもやっぱり一番はあの松井選手の5打席連続敬遠 あの、ね、明徳のね、はい、高知の明徳、ね、必ずって言っていうほどその名場面のシーンで出てくるじゃないですか。そうですよね、で、あの時の投手の方が確かあれがきっかけで調子が狂って野球生活に影響したっていう話を聞いて、はい、で、まあ、松井選手はまあこう巨人大リーグまで行って活躍したんですけど、はい、その裏でこういうことがあったんだなって、やっぱり名場面にはそのスポット当たる人の横に誰かいるっていうのが野球はあるなと思って、うん、ね、しかも本当高校野球ってドラマがありますからね、うん、そう、あの、うん、アメリカでは高校ハイスクール あの野球なんて全然あれ話題になってないんやってね、あ、そうです、あのアメリカ人からしたらなんでこの子供の野球にみんな熱心になってんやと、なんかバカにする人多いみたいですよ、はい、日本だけですって、こんなにこんなに盛り上がるのは、ね、まあ、歴史がね、あの100年ね、もう続いてるっていうのもあるんでね、はい、いろんな名場面があるんでしょうけど、そうですね、でも私はやはり興南高校の春夏連覇ですね、2010年の時代がそうやね、そうですね、島袋投手の左のね、島袋涼介投手、ガキヤ監督がね、はい、聞いて、トルネードやったね、確かね、そう、本当そうなんですけど、あの時の感動はね、はい、もう今でも忘れないですね、やっぱりね、すごいらしく、すごかったらしいですね、もう県民特にやはりね、あの高校野球に熱心で、そうですね、沖縄県民は応援するんですけど、本当に車の通りが少なくなったぐらい、うん、そうでしょうね、うん、もうみんながお家でもうテレビに釘付けになって見て、いや本当悲願だっただろうし、うんうん、春夏連覇ってすごいからね、はい、あの立浪とかね、あの、うん、はい、片岡とかを擁した PL 学園とか、うん、あと松坂を擁した横浜高校ね、そうですね、とかしかないわけですから、
春夏の連覇って、ね、最近では大阪桐蔭7校かなんかでしたよね、うん、そうですそうですこれまでにで2012年の大阪桐蔭がそうですね、うん、最近ですよね最近で言うとう、まあ、藤浪投手ね、うん、我らが阪神タイガースのエースピッチャーでございますよねはいはいはいさすがですねちょっと熱入りかけましたね、はいはい、ということでね、うん、もう今週末から夏の県大会18日土曜日からもね始まるということで熱い戦いが始まりますよ、うんうんうん、本当にねあの気になる方はね健康野連のホームページでご覧いただきますとどこ対どこっていうチームがね載ってますのでねぜひ皆さんも応援していただきたいなと思います、はいはいはい、すごいもう4時45分ですよそうですね、うん、コメントがコメント来てますね、はい、はいはい来ておりますのでありがとうございますはい結構来てます、ね、平虎さんから今松山で仕事ちょうどしてるみたいですね俺も知ってると あの僕よりだいぶ年上の方だと思うんでね、うん、はいキャプえかえ小畑さんが監督にマカチョウ家に変更になるねって監督いやほんまに監督したいねキャプテンから監督にっていうほんまに監督さん俺絶対似合うと思うね確かにあのずっとキャプテンだったんですよねそうですそうですだからまあ小学校も中学校も中学校高校もそうですでまあ社会人野球の草野球でもキャプテンすごいなだからまとめる力があるってことですよねいやそんなそれほどでもクレヨンしんちゃんみたいな話だけどねいやでもあの監督僕よく言われましたよ高校の時にあのグラウンド内に監督がいるって言われてあれそれはね見た目的に老けてたとか老けてましたねかなり老けた考え方もね老けてましたね本当ですか、はいうん、もうねちょっと あれですか調子乗ったら織田武道のモノマネするおっさんですからね僕は出ましたよ織田武道さんが平虎さんは立浪と遊んだことあるとかあの PL 学園のねキャプテンで、そうなんですか2000本打ちましたね中日ドラゴンズ一筋でねうん素晴らしい選手ですけどねはい、うん立浪さん好きでしたけどねショートとかでね、うんうん、そうですかやっぱりね、うん、あのそれぞれのチームが好きだったりとかまたねあの好きな選手とかね皆さんいると思いますが、うん、あゆみちゃんはどこが好きなの、どこですかねソフトバンクじゃないの、うん、あ九州だから、うんあまあ、結構沖縄の子を取ってるでしょ、うん、ソフトバンクは東浜さんとかそうですよ、ねはい、特にこのチームとかっていうよりは、はい、健全を応援したいなっていう感じはあるんですけど、うんあうんうん、そうか、そうですね、はい、選手と好きな選手とかいないの、まあ、好きな選手というか私、同級生で、はい、あの高校の時の同級生に比嘉元樹投手がね、うんはい、は高校え比嘉元あ、はい、はい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 え同級生ってえ一緒の高校ってこと高校の時にいたの、いるの、いたのでえ江南高校なの、うん、いやいや違いますけど違うやろ、うん、ああその同級生ってことなの、はいはい、あはい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 、うん、まあ人気あれやねそうですね、うん、なので頑張ってほしいなっていうのは個人的に思ってますああそうなんや、はい、僕に頑張ってほしいとは思ってない思ってます俺選手でもなんでもないからじゃあねということであのじゃあ次の曲に参りましょうかはい、はいひろみさんで振り向かないでそうですねこれはなぜ、うん、あのね亡くなった奥さんがね、うん、最後にこれ聞いてって残してたんですよ あの病室の棚にへであそれをまあ僕聞いて、うん、で車の中で帰り亡くなってからかけるじゃないですかもう前見えなくてね、うんはい、その思い出があるんでね、まあ、一度聞いてもらったら、うん、あの分かっていただけると思うんですけど、はい、ちょっと思い出の曲だったので、はいはい、今日は私物化してこの、はい、コーナーを、はい、よろしくお願いしますはい、はい本当ですか、うん、なんかそういうメッセージを送りたかったんですよね。あんまりくよくよしないでっていうか。あ、そんな感じ、そんな感じ。うん、うん、書いてある商品説明と曲目って2つあって、うん、今僕が見てたところで6番になってたんですけど、商品説明のところで3番になってます。あ、ほんなら3番やったね。あのこれちょっと縮めてさ、あの、まあ、B が間違ってたんで。あれって感じ。そう
あのね、D この曲ちゃうで、あの今大事なところですよ超いい話だったのにさすがで、やっぱりね、マカチョウキはこういう笑いがないとね、やっぱ暗くなってはいけんという神の申し召しがあったんじゃないでしょうかね。はい、あのこういう形でね、振り向かないでよ、聞きたいんですが、はい、そうですね、あのもう一回できますか。あ、できます、はい、ちなみに今流してるのは今彼元彼っていう全然お前ちょっと待って、前の亡くなった奥さんが元彼かな、あの彼女さんやけんか、あれ待って、なんかアップテンポだな、そうそうそう、なんか全然振り向かないで感じ違うかったからさちょっと軽い感じになっちゃったので、はい、まあね、じゃあ気を取り直してまた、そうですね、多分次は大丈夫です。あ、そうですか、はい、お願いします、はい、タイトルコールいきましょうか。はい、はい、ひとみさんでね、ひろみさんで、ひろみさんで、はい、大丈夫ですか、ひろみさんで、振り向かないで、そうですね、はい、あ、これ、あD 最高よこんな感じなんですよ。これはね、泣きましたよ。うわ時間がないのに、2、3分流して、うん、CM、そうだね、はい、それで十分です。これ来週オートバックスの方をお迎えしてって言っちゃっていいですか。そうですね、あの来ていただけると思いますので、ね、すごいリクエスト今頃来てると思います。今日のラストソングで、あの、うん、栄冠は気に、あ、いいね、準備してるんで、あ、じゃあお願いします、はい、びっくりしたなあんな、もうそれ違う、元カレ元カノって軽い、確かにそうや、軽い軽い感じで食べやすい、確かに元カレ、そんなん俺かけたええー、ってなんだやめ、このサビのところがね、ちょっとね、知らんかったから普通に6番聞いてみてって書いてあっただけやって、でパッてやって、びっくりしてな。やっぱり病院って暇だから本とか CD って聞くじゃない、それで見つけたんじゃないの。俺がこう出たし、俺知らんかったんだから、これは違う曲が好きでずっと聞いて、それ連呼で聞いてたから、こんなんあったんや思うね。同じよ、言うてた通り、なんか奥様の気持ちを思うと、なんか、うん、でも最後笑顔は一番ええで、あのどうだろう、結構苦しんだ人とかはもうみんな疲れてんねんで、闘病、あの看病した後、あの疲れてもうホッとするまで1ヶ月ぐらいかかるんだけど、だから最後の最後までも意識があったってことですよね。あ、うん、あのお嫁さんでよかったとか言われたら、こっちは我慢せなあかんやからそこで男やから泣かれへんやろ、そんな落ち込むかなと思って、俺があっち行ってしまいそうな感じになってる。フレーズが終わってから聞いていきます、うん、行きましその後に相続なんかブラックだな、ブラックやろクリアルやな漫画や、一気になんか現実的やそう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 CM とかたまにそういうのありますよね、うん、たまたま内容とリンクしちゃった内容だったな、あるあるある、それなんでかわからへんけどな、そういうのあるよね。
D これ入りにくいってすごいいきなりクーモーはってなると思うやんかわーきーってなそれが俺アイフちゃんと固まっとないそう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 ねまあね、はい、あの BGM こういう形でお伝えしてますけれども、ね、先ほどもあの、ね、僕の元妻のね、はい、亡くなった思い出の曲を流した後 CM が相続の遺産相続の話の CM になったりとか ね、 とねすごくブラックなリアルな感じになってしまったマカチョウケなんですけれども、うんはい、まあまあそれもね、はい、このマカチョウケらしいな、はい、ということで ね、 うでね、はいはい、もう今日はですねニューストピックスということ で、うんそうですね、小林真央さんと一郎選手の話題をお伝えしましたけれども、うんそうですねはい、来週はですね、うん、あの終盤の方でオートバックスの方もお招きしましてです ね、 ですねイベントの告知とかがあるということなので、はいはいお招きしたいと思います。 そうですね、はい、それではですねまた来週の月曜日の午後4時に、うんはいお目にかかりたいと思います。お願いします。今日もありがとうございました、はい、この時間はキャプテンにマコチョウケをお送りしました。お相手はやらあゆみと、あなたのハートをキャッチできましたかねキャプテンでございます。ディレクターの D です。先ほどはすいませんでした何の懺悔やねCD ですよ CD, あ CD かいな、はい、もう思い出の曲を全く違 う、 う元カレなんとかそうそうそう一気に軽くなっちゃいますよね。そうでしたね、はいはい、じゃあでは、ね、最後決まり文句いきましょうか。そうですか。せーの、大きい。しまったな。あ、これがあれなんだ。栄冠は？そうですそうです。あ、そうです。最初長いね。どっから入んねんと思って。確かに確かに。ちょっと俺はじっとこんなんねんと思う。